皆さんこんにちは、ポポチャンネルのギリギリ2年生のゆうちゃんとけいたんです。よろしくお願いします。今日はなるなるグミの実を作って、どっちが大きな実を作れるか勝負をしていきたいと思います。私はこのくらい大きななるなるのグミの実を作りたいと思います。僕は前に僕たちが作ったこの泥団子ぐらいの大きさのなるなるの実を作りたいと思います。作れるかわからないけど、見てない人は泥団子の動画も見てください。それじゃあ手を洗ってきます。ピッ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 。じゃあゆっちゃん手洗います。今日はね、あのくらい大きな、なるなるの実、なるなるのグミなのか、作れるかな。一旦手洗います。ミッキー、これぐらい大きいの、泥団子ぐらいの作りたいですね。ケタもう一回手洗ってきます。やべえ、大きなミスしてしまった。泥団子触ったからね。なるなるグミの実の元とジュースの元と、なるなるグミの実のトッピングです。これは多分木になるやつです。それじゃあ作ろう。まずは木を作ります。ハサミとかいらん、多分大丈夫。こう大きい順にある、この木の部分。なんか昔ってこういうのをなんかくっつけてたくさん取るゲームみたいなのあったらしい。なんかで聞いたことあるんだよね。木ができました。それと水も用意しました。それじゃあジュースの素を入れていきます。ぶどうの匂いがします。ぶどうの匂いがして緑ってことは多分マスカット。全然混ざりません。次、グミの素を入れていきたいと思います。だけどグミの素には水はいらないそうです。次、粉を平らにします。こっちの粉もすごいブドウの匂いがして、多分こっちがマスカットでこっちがブドウだと思います。右に1回転、左に1回転で、こっちで右に1回転、左に1回転、こっちで右に1回転、こっち左に。ちょっとへこんできたじゃん。うん、それをちょっとまっすぐにしちゃう。こぼれたのはいいから、そのガタガタガタっていうのをまっすぐにした方が綺麗に作れる。右に1回転、左に1回転、右に1回転。左に一個取れた。しかも一番でかいやつが取れちゃった。じゃあでかいやつは取れやすいんだ。
早くやりすぎなんじゃない？あー、ゆっくりやらなかった。あ、取れた、はい、これなんかでっかいやつだとこの壁に当たって落ちちゃうみたいな感じです。で、取れたやつがすごい前にゆっちゃんが作ったくるくるたこ焼きに似ています。よければそのくるくるたこ焼きと楽しいラーメン屋さんのやつも見てください。あー、取れた。あ、やばいかも。完成。僕が作ったのは一番長い横幅が 1.9 センチでした。私が一番大きく作れたと思ったのはこれでした。一番長い横幅は 1.6 センチでした。ちなみにケータンの残りでパパが木の棒を使わずに作ったのがこれで2センチでした。なのでパパが勝ちなんですけど、パパはこの大会に出場してないので勝負とは見なされません。なので僕の勝ち。今から食べたいと思います。全部こっちに入れちゃいます。豆乳、うん、それケイトのトッピングだよ。いいよいいよいいよ、ケイトやっちゃんを使うから。私はつけてるのとつけてないのを食べます。今つけてないのを食べます。今から取った取りたて、取りたての結構ぶどうの味がします。僕のは取りたてのグミの木じゃないんですけど。やば、一回でこんだけ取れたので。ぶどうの味がすごい感じてくる。あとすごいプニプニしてます。グミだから。優勝作品です。え、優勝作品はこれでしょ。そうそう、嘘嘘。これで刺して食べてもいい。今日僕なるなるグミの実を作って思ったことは一つあります。それは最初はとっても黄緑色の液体で、木の棒も緑だから本当にこう紫になるのかなってすごい心配してたんですけど、やっぱりちゃんとこの通りに紫になってすごいなと思いました。今日は私もなるなるのグミの実を作ったんですけど、やっぱり大きくしすぎると壁にぶつかって落ちちゃいます。やる人はそこを気をつけてやってみてください。シールの正解はここでした。みんなもちゃんと手洗いうがい忘れずに。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てね。キラキラ先生、マジックショーやっていきたいと思います。今日のヒゲの調子はいいな、うん、私がやるのはこの棒です。この棒が上に上がります。次のマジックはお金を使ったマジックです。まずはこの千円札に穴を開けていきたいと思います。今からウパチャンネル最大のマジックに挑戦します。この動画を見て少しでも笑顔になってくれればいいと思います。皆さん、手洗いうがいは忘れないでください。